大高は海上自衛隊のミサイル艇、早草型ミサイル艇の3番艇。艇名は大高に由来する。吉霧型総海船、大高、海高型区船艇、大高に次いで日本の艦艇としては3代目である。大高は平成12年度計画ミサイル艇826号艇として三菱重工業下関造船所で2001年10月2日に 寄行され、2002年5月13日に、浸水、2003年3月24日に収益し、同日付で、佐世保地方隊佐世保警備隊令下に新編された第3ミサイル停隊に、熊高と共に編入された。2009年4月14日から4月27日、長崎県平戸沖業船天特事故による、行方不明者捜索に参加。2009年12月8日、 長崎県沖で墜落した第22、航空隊 SH-60J の捜索に参加。2015年11月4日午前10時半頃、上津島北東 75km を南西に、航行するスラバ級、ミサイル巡洋艦、バリアーク、ソブレメンヌイ級ミサイル駆逐艦、ビストルイ、ボリスチリ緊急補給艦、ボリスブトマ、イングル級級難衛船、アラタウで構成される。 ロシア艦隊を発見、監視した。艦隊は、その後、津島海峡を南下して、東、シナ海に入っている。2016年1月23日午前5時頃、下津島南西 100km を北東に航行する、ソブレメンヌイ級ミサイル駆逐艦、ビストルイ、ボリスチリキン級補給艦、ボリスブトマ、イングル級航用衛船、アラタウで構成される、ロシア艦隊を発見。 監視した。艦隊は、その後、津島海峡を北上している。2016年1月26日午後9時ごろ、下津島南西 120km を北東に、航行する旅子型駆逐艦、ハルビン、郊外2型フリゲート、遠台、東町型情報収集艦、天狼星、複製型補給艦、広瀬沢湖で構成される、中国艦隊を発見、監視した。 艦隊は、その後津島海峡を北上している。2016年2月23日、若狭湾で海上保安庁と不審船隊諸共同訓練を実施。2016年6月12日午前11時頃、下津島南南西 55km を東北東に、航行するロシア海軍スラバ級ミサイル巡洋艦バリアークを発見、監視した。 2016年6月21日午前1時半ごろ、上津島北東 55km を南南西に航行する、ウダロイ級ミサイル駆逐艦、アドミラルパンテル AF、ロプーチャ I 型揚陸艦、アドミラルニベルスキー、ロプーチャ2型揚陸艦、ペレスウェート、アリゲーター砲型揚陸艦、ニコライビルコフ、オホーツク型公用衛星、アレクサンダーピスクノフで構成される。 ロシア艦隊を発見、監視した。艦隊は、その後津島海峡を南下している。2016年10月2日午前1時ごろ、下津島南西 55km を東北東に、航行する、ウダロイ級ミサイル駆逐艦、アドミラルトリブツ、アドミラルビノグラードフ、ロプーチャツー型揚陸艦、ペレスウェイト、ドゥブナ級補給艦、ペチェンガ、イングル型航用衛船、アラタウで構成される。 ロシア艦隊を発見、監視した。艦隊は、その後津島海峡を北上している。2021年3月3日、九州西方海空域において、護衛艦、沢切及び SH-60J、計2機とともに、海上保安庁との不審船対処に係る、共同訓練に参加する。海保からは巡視船、阿蘇と鳳凰が参加し、情報共有、共同追跡、 監視、停戦措置訓練等を実施する。2021年5月11日から17日に、かけて、護衛艦、伊勢、足柄、朝日、金剛、輸送艦大隅ミサイル艇、白鷹懲戒機、潜水艦とともに、東、シナ海において日米豪仏共同訓練に参加する。米海軍からは、ドック型輸送揚陸艦、ニューオリンズ、 防海軍からはフリゲート、パラマッタ、二海軍からは教習用陸艦、トネール、フリゲート、シュルクーフが参加し、防空訓練、対戦訓練、着上陸訓練を実施する。ウィキメディアコモンズには、大高に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。